一番くじスパイファミリーラブリーオーディナリーデイズが10月1日に発売するので紹介していきますこちらは1回700円で1ロット80本ですので全て購入したら5万6000円になります A 賞はウォッチング TV フィギュアですアーニャが大好きなピーナッツを食べながら見ているのはあのスパイアニメでしょうか TV はメモスタンドに 台座は小物入れにとディスクでも活躍間違いなしです。当選確率は280分の2で2.5%です。B 賞は抱っこぬいぐるみアーニャホージャーです。抱っこサイズのアーニャのぬいぐるみは存在感抜群です。劇中シーンを再現できるかもしれません。当選確率は280分の2で2.5%です。 c 賞は勝ち下ろしイラストボードです。一番くじ限定の勝ち下ろし、イラストボードで迫力の a3 サイズでホージャーチのイラストをご堪能してください。当選確率は80分の4で5%です。d 賞はアクリルスタンドです。こちらも一番くじ限定の勝ち下ろし、イラストでアクリルスタンドになりました。 家族全員を揃えたくなる選べる仕様です当選確率は80分の12で15%です E 賞はガラスコレクションです日常使いしやすいグラスと小皿を選べる仕様でラインナップしております当選確率は80分の12で15%です不賞はクリアファイルステッカーです 一番くじオリジナルのデフォルメブランドチョコノッコはちょこっと座った丸いフォルムがポイントです。クリアファイルステッカーは選べる全10種類です。当選確率は80分の15で19%です。G 賞はラバーストラップです。一番くじオリジナルデフォルメブランドチョコノッコのラバーストラップは 選べる全13種類です。当選確率は80分の24で30%です。H 賞はチョコノッコフィギュアです。一番くじオリジナルデフォルメブランドをチョコノッコのフィギュアです。2種類のアーニャの表情にも注目です。当選確率は80分の9で11%です。また選ぶことができないので、 好きなフィギュアが当たる確率は2.3%です。一番くじおなじみのラストワンショーはウォッチング TV フィギュアでアナザーカラーバージョンです。ラストワンショー限定のカラーリング表情のアーニャをぜひ入手してみてください。以上で一番くじスパイファミリーラブリーオーディナリーデイズの紹介を終わります。ご視聴していただき、 本当にありがとうございました。